皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの長野です。お久しぶりです。令和2年3月19日木曜日、草コイン新聞 FX 長野研究会。皆さん、新型コロナウイルスの感染拡大が世界に広がり、大変なことが起きております。日本だけが、 穏和で何もなかったようにまあまあ大丈夫大丈夫全然大丈夫ってやってますが私が先週まで行っていたフランスイタリアルイタリアドイツヨーロッパ全体では商業施設レストラン映画館カフェ 全て閉鎖になっています。そして外出禁止令が出てですね、街には一人っ子一人いません。大変なことが起きています。国全体、街全体が封鎖されて、軍隊が出動しています。目的なく外に出ていると、高額な罰金が取られる。それはアメリカ・ニューヨークにも波及しています。で、本日ですね、 とんでもないニュースが入ってきました。ついに人類は最後の時を迎えたようです。日本はオリンピックに固執したせいで、オリンピックを完全な形でやりたいと、こんな非常時に、こんな非常時に、そして春の選抜、甲子園野球を子供たちに 中止させておきながら大人たちのオリンピックはやりたいと子供にどういうふうに顔向けするんですか日本は東京も封鎖してない外出禁止令も出してない商業施設レストラン飲み屋映画館全部開けっ広げでやってる公共バス 電車、新幹線、全部、そのまま運行してます。みんなほとんど感染しちゃってます、日本人は。多かれ少なかれ。今もうすでに2割から3割ぐらいの人が感染してる可能性が高いですね。そんな国に、誰が行くんですかどんなオリンピック選手が日本に来ると言うんですか無観客でも来たくないですよ。だって、日本の、 サッカー協会の会長でさえコロナにかかっちゃってんですからね <laughs> 日本は安倍総理大臣をはじめとしオリンピック開催に固執したせいで感染対策の初期対応に出遅れてます日本は大丈夫だからって言ってね日本人感染してないからって言ってだからみんなオリンピック来てよっていやいやいや感染してないんじゃなくて 検査してないだけでしょうと。ね、検査しなきゃ数値入れなくていいんだから。そして、初期対応に出遅れてですね、もうアメリカでさえニューヨーク封鎖していようとしてますよ。それなのに日本はダレーンってしてますから。で、大体国民の60%が感染すると、確率統計学の先生は言ってます。で、これによりですね、 いよいよオリンピックを延期または中止するという発表が来週あたりなされ、そして東京を封鎖すると、そして商業施設、レストラン、ファミリーレストラン、映画館、コンビニはやってると思いますが、食料品、医薬品以外のお店は休業。そしてですね、日本は初期対応に出遅れて信用なくし、 ついにですね、日本はデフォルトを起こします。これはね、国がですね、日本はものすごい1200兆円の借金があります。そのほとんどは日本のお年寄りの方たちが買ってるから大丈夫って言うけど、そんなことねって、はい、あの、何割かは外国の国が買ってます、中国とかがね、買ってます。金返せって言ってます。返せません、デフォルトを起こします。 あとは日本のお年寄りの方たちに国債を償還しなくていいんですかとねよくないでしょとデフォルトですからね <laughs> デフォルトを起こしますもちろん韓国やギリシャなんかっていうのはその前に、えー、とっととデフォルトを起こしますねで有事の際の安全資産金、円は売られ米ドルとユーロのみになってますねもうすでに始まってます リーマンショックの時は、危ない危ないと、ドルなんか売ってしまって、早く円を買おう、金を買おうってなったんですよ。ですから、なんかが違うんですね。でですね、例えばこれ、これ、ドル円ですけれども、これがですね、ここのところがリーマンショックですね。え、ここのところが2009年。はい、ここ。 ここ見てください。ちょっと、ちょっと、ここですね。<laughs> 曲がっちゃいましたね、すみません。ここが、えー、2000、<laughs> そうですね、2006年ぐらいが始まってますよね、もう。あの、サブプライムローン問題が勃発して、こうやって下がっていったんですよね。で、途中で、えー、ここ辺でですね、リーマンショックっていうのがあって、また下がったと。 最初はサブプライムで下がってますよね。そして下がって下がって、で、ここで2011年の、うん、3月11日に東日本大震災があったんですよね。それで政権が変わって、えー、自民党政権になって、アベノミクスでまた上がっていったということですね。はい。で、こことこの高さは同じだという風にね。ドル円というのはこういうふうに陰謀論で全部出来上がってます。 ここがサブプライムローン。ここがリーマンショックですね。2008年。ちょっとも2007年ぐらいですね。ここがサブプライムローンの発覚で下がってきてますよね。で、ドーンで下がって、一気に下がったと。で、ここが大体70、75円ですね。1ドル75円と。なぜかというと、危ない危ないと。有事の際はドルを売って、す、え、べ、ー、ての通貨を売って円を買うっていうことだったんですよ。ね。それで、 えー、ドルが下がって円が、えー、高くなったということでございますが今回どうでしょうか今回見てみましょうか今回びっくりします皆さん <laughs> 今回ですねもうちょ,ちょっと伸ばしてみますけど、えー、これ日足ですね日足ですが <laughs>、えー、今回ですね、えー、まああのー 中国のコロナウイルス新型コロナウイルスの危険性が危ないということで、えここからね爆下げして、ですね最,後最高で112円20銭あったドル円がですね1ドル112円20銭あったんですよ。それがなんと101円、えー、101円25銭まで下がりましたね。 ですから、大体、まあ、20だとすると、えー、11円。<laughs> 11円ですね。11円下がりました。一気にね。一気にっていうか、これはですね、これは冷やしですから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1二十13日間ですね。 13、まあ、十三日間。まあ、土日はないですからね、取引はね。だから2週間以上ありますけども、えー、1週間5日ですからね。だから、2週間と3日で、101円も下がって、あれ、11円下がりましたね。11円というのは、1100ピプスですね。1100、ですね。千百ピプス。なので、えー、ものすごい儲かって人いっぱてい,いますね。 ただし、途中からですね、えー、ここの3月8日ぐらいからですね、3月8日ぐらいから、えー、ちょっと危ないぞと、おかしいぞって言って、ドルが買われてます。むちゃくちゃ買われてます。今も,もさらに上がってます。で、112円20銭超えようとしています。これは、えー、なぜでしょうかということですね。で、先ほど言ったように、えー、有事の際のですね、 円買い、円買いがね、えー、史上初めて、戦後初めてですね、円を手放してるんですよ、これ、これ5分足ですけど、もう爆上げしてるんですね、ずっとね、ずっと上がってます、ずっと上がってます、これは、だからこれ、新型コロナウイルスの,あの問題が発覚した時よりも上がる可能性が非常に高い、はい、高いですね、これ、上いっちゃいますね。 上行っちゃってどこまで行くのかって話なんですけれども、これ上行ってしまってですね、まあ当面ここですね、当面ここの100、124円、1ドル124円を目指していくと。で、その後日本がデフォルトを起こすので、日本の円が紙くずになるんですよ。で、これがまあ、あの、まあバレてきたと。 日本今信用ないですからね、あの、オリンピック開催に固執しま、してしまったので、え今日本人のですね、感染、コロナの感染が、まあ、ものすごい勢いで進んでいることが、まあ、世界中に今バレてしまってですね、日本の、まあに国、国っていうのはですね、国土、土地とですね、建物と、<coughs> 建物と、 えー、不動産ですね。建物と、あと人ね。人物、金って言いますけど、まあ、人、あとは技術とか特許ね、技術。これで、あのその国のですね、えー、資産が、資産が決まってくるわけですけれども、この人の価値がもうないよと。もうほとんどの人が感染してしまってね、えー、人の価値がないから、土地、建物あっても、技術があっても人がね、 感染して今,今後ねどんどん死んでいくのであれば日本っていう国国の価値がどんどんなくなっていきますよということで、えー、日本円が売られてますね日本円が売られてるってことは日本国債が売られてるってことですから、えー、日本国債をね買った人はみんな売却してますってことは、えー、日本国債が紙くずになるので日本円も日本円も紙くずになっちゃうんですよね 紙くずになっちゃうだから、みんな日本円、<laughs> とりあえずドル円ですからね、これドル円相場なんで、円を売って、まずドルにして、<laughs> ものすごい上がってますよ、これ。ドルにして、そのドルを今度ユーロとかね、うんなんかにしてます。そしてですね、なんと、あの、<laughs> 金ですね、商品先物の,のゴールドなんですけれども、 ゴールドがですね戦後初めて有事の際の、えー、安全資産ゴールドが金ですね金が初めてですね下がりだしたんですよ有事の際にね有事の際はバーッと上がったんですけど例えば月足で見てみますとこんな感じで、えー、ずっと上がり続けたんですよね そして、えー、ここはまあ1976年から測定していますけど、これはまあ1ドルに、あ1グラム200円ぐらいですね。<laughs> 200円からずっと上がって、えー、ここ、ここは、まあえー、ちょっとわかんないですね。なんで上がったか、まあ。オイルショックの時かな、上がったんですね。そして、こうやって、えー、2006年から2012年と、ここは、 えー、リーマンショックの時にバーッと上がりましたね。リーマンショックの時ね。そして、えー、アベノミクスとかで、世界の金融が安定してきたんで、一旦落ちてます。そして、最近ね、コロナが発生したんで上がったんですよ。コロナが発生したんでね。まあ、その他のこともある金融危機があったりして上がったんですよね。上がったんだけれども、今、バック下げに転じています。えー、冷やしですね。 爆下げに転じてってですね、これいつから爆下げが始まったかというと、えー、っと、ここですよね。1月8日が最後なんですよね。1月8日が最後で、えー、1月8日、1月9日が最後ですね。で、10日から爆下げに転じてんですよ。だから、これは、 まずい状態ですね、これ。あ、1月じゃな3月ですね。3月9日から。ほんで、このドル円もですね、さっきお話ししたように、ここ。3月の、えー、3月の8日か、8日、9日から上がっていっちゃったんですよね。ですから、同じですね。これは、えっ、ー、と、何を意味しているかというと、あの、 えっと、金とかね、商品、えー、っと株、株も今爆、爆下げしてますでしょあの、ニューヨークダウとか、日本の、日経22号も爆下げしてる。株とか、えー、商品先物ね、商品、えー、商品、商品先物、先物、 為替ですね。為替。えー、などをですね、すべて売却してですね、えー、売却して、自国通貨じゃないですよ。自国通貨でも、自国通貨にして、例えば韓国だったらウォンにしたってウォンゼロになっちゃうから、アメリカの米ドル。 もしくはユーロですね。このどっちか、アメリカのドルかユーロのどっちかにあの現金化してるんですよね現。米ドルかユーロ持ってれば、えーと、スーパーマーケットで食料買いますからね。全世界で。全世界でアメリカドルまたはユーロ。まあだから、まあ,あの、北米、南米だったらアメリカドル。ヨーロッパだったらユーロ。 で、アジアだったら、米ドルかな。持ってれば、一応、まあ、あの飲み物買ったりですね、米買ったり、おかず買ったり、缶詰め買ったりできるので、このどっちか、どっちかに変えてるんですよ。株も、え商品先物も,も、まあ、金ですね、金も売却しちゃってるんですね。あと、為替。あと、なんと仮想通貨、ビットコインなどもですね、えー、みんな売却してですね、えー まあ、自国通貨を信用している人は自国通貨ね。例えば円とかね。ただ円もに、日本デフォルトしちゃうので、円持ってても紙くずになっちゃうから、今ね、銀行行ってアメリカドルとユーロ、両方買っといてもいいですよ、これ。あの、紙紙紙幣としてね。で、金は無価値になっちゃう、これね。石ころと同じになっちゃうね、これね。うん。で、こういう時に、一番重要なのが、流動性なんですよ。流動性。 流動性っていうのは、現金化したいときに、すぐに現金化できるかどうかなんですね。まあ、いわゆる、あの食べ物に変えたいときに、あの、あ、それだったら食べ物変えてあげるよってできるかどうか。株持ってても、米買えないでしょ金持ってても、買えないでしょいや、そんなのいらねえよって。ね、おにぎり1個持ってた方がいいですから、金食べられないんだから。 ね、あの為替持っててもしょうがないでしょ、紙くずだから単なる、あとビットコイン持っててもしょうがないでしょ、これ、ただの空気みたいなもんなからね、これね、で、円は紙くずになっちゃうから、そして土地、建物持っててもしょうがないでしょあの、フランスのマクロン大統領は、これは戦争だって言ったんですよ、ね、新型コロナウイルスに打ち勝つのは、これ、戦争だって言ったんですよ。 皆さんあの第2次世界大戦の戦時中を思い出してください。戦時中ね、食べ物がなくて、あの都会の人たちはみんなねあの、嫁入り道具の着物をですね、えー、農家に売りに行ってですね、大切な大切なね着物を売りに行って、じゃがいも5個とかね、6個に変えたんですよね。あの普通の時はこうからね、 単物ですよ着物をわずかじゃがいも、ね、とか人参とかに変えたわけです。ね、土地建物持っててじゃがいも <laughs> 食べられますかと。金持ってて食べられますかと。今必要なのは食べ物と飲み物だけなんです。人間は衣食住ですけれども住むところがあれば着るものがあればあとは食べ物と飲み物だけでいいんですよ。 それがなないいじゃないですかだからみんな急いで売れ,売れるもの全部売ってですね <laughs> 現金化して流動性ですねすぐに食べ物が買えるもの地獄通貨じゃなくて地獄通貨でもいいんだけど価値が衰えないですね米ドルまたはユーロに変えて、えー、食料を備蓄に回ってるんですね。 それが見て取れます。そしてですね、もう一回見ましょう。為 <laughs> 替レートでもですね、えー、ドル上がってますね。ユーロも上がってんですよ。で、ドルインデックスも上がってますし、あのポンド、イギリスのポンド落ちてますね。ポンドは日本と一緒でですね、えー、新型コロナウイルスのですね、 対応がもう出遅れてます。ものすごい出遅れてて、EU 利用離脱しちゃったのでね、もうイギリスはデフォルトします。で、あのオーストラリアも下がってる、えー。ランド、南アフリカランドも下がってますね。はいあの、ニュージーランドも下がってますよ。ものすごい下がってますね。はい、もう、韓国方はもう下がりすぎて、えーまあ、これもデフォルトですね。 人民元は上がってますね。これは、えー、ウイルスに打ち勝ったということでね、人民元が上がってます。ということで、これを見て何がわかるかってことなんですけれども、まさしくですね、これは円が売られてしまって、世界中のものが売られてしまって、ドルとユーロに、えー、切り替わってるる。で、唯一、えー、アジアだったら人民元ですね、中国のお金。 うん、あとは香港ドル、台湾ドルなんかも一応地獄通貨に変えられてるってことですね。いうことが、えー、見て取れます。これ非常に危険なことでしてね。非常に危険なことです。で仮想通貨につきましても、やっぱり相当落ちてますからね。で、これはビットコインも今58万円という価値がありますけれども、これ本当にね、1万円とか5 0 0円になっちゃうかもしれないね。 リップルも今15円という価値があるけれども、これが0.5円とかね、0.01円とかになっちゃうかもしれないから、これ食べられないでしょ、仮想通貨。これ戦争ですからね、今ね。ですから、それを考えていただいたと、いきたいと思います。あと株もね、企業はえ倒産しますね、これね。あの、ここまでってことは、今までなかったですから、 ものすごい倒産すると思います、日本もね。例えば東芝とか、えー、<laughs> 経営再建中のところですね。あのーまあ、中小零細企業なんてもう軒並み、今月はぎりぎりね、あの授業に給料支払えるかもしれないけど、4月は無理ですね。お金回ってないですから。うん、お金回ってないし、現金がないんでね。で国も、日本もお金がないんですよ。もともとないですから。 大借金1200兆円の借金抱えて、その、えー、国債の返済にね、毎年30兆円の借金返済にあの、金利だけで30兆円かかってますからね、もう無理なんですよ、日本も。はい、それでついに人類は最後の時を迎えます。日本はオリンピックに固執したせいで、感染対策の初期対応によって遅れ、国民の60%が感染し、デフォルトを起こしますと。 有事の際の安全資産金、円は売られてましたね。で、米ドルとユーロに変えられてました。で、日本とイギリスは国債を償還できず、国土を中国に売ることになるでしょうと。まあ、ほとんどの国の国債っていうのは、中国が買ってるんですよ。で、ここをょっとばかりにですね、中国は <laughs> あの国債の償還できなければ、えー、じゃあ土地くださいということですね。皆さんもですねあの 住宅を買うときに銀行に住宅ローンを契約しましたよね、そして途中でね、住宅ローン払えなくなったら、年建物を取られちゃいますよね、銀行に。それと一緒でですね、国もですね国債の償還ができ,ないできずにデフォルトを起こすとです、ね、土地を切り売りするしかないんですよ、でカナダもアメリカに対して国債を償還できなかったので、えー、アラスカを切り売りしましたよね、カナダね。 アメリカに切り売り売ししましたそれと一緒で、えー、あとロシアもね、えー、国債を召喚できなかったからあの西側に対してねですから、えー、東ドイツ売却しましたよねあのロシアねだから、えー、ドイツっていうのは統一されたんですよで国土を中国に売ることになるでしょうと第3次世界,世界大戦が勃発し社会主義国家が勝つでしょうという情報が入ってきました で最後にですね、今後起きることをまとめました。1円がデフォルトし、1ドル1万円程度になります。1ドル1万円ですよ。1ドル360円じゃないですよ。1ドル1万円もうね、おにぎり1個買うのにあの30万円ぐらい必要になっちゃいますね。これはね、あのー、やっぱりね、安倍総理大臣が決断できなかったからですね。ヨーロッパ各国、そしてアメリカは、 まあ、トランプ大統領がね、こ、えと、ー、アメリカの,大統,領の大統領の選挙があるにもかかわらず、まあもういいと、俺はもう再選されなくてもいいと、アメリカ国民を守るんだって言ってね、えー、苦渋の決断を矢継ぎ早にね、毎日出しています、それに,、えー、それにもかかわらずですね、日本の自民党はなかなか決断してないですね。に、日本での死者は1万人を超えるでしょう。 3、東京オリンピックは延期が中止です。4、株式市場は無期限停止になります。株式はね、売られるだけ売られてますでしょ、今。で、紙くずになってね、最後0円になるんだったら今、今、値段がね、5円でも10円でもついてるうちに売っちゃった方がいいって言って、ですね株式市場はもう、売却に続く、売却してますよね、今、現金化してますから。 ね、赤字になっても売っちゃった方がいいと。ね、紙くずになるよりは0円のよりはね5円でも10円でも値段ついてる方がいいということで売却に拍車がかかって無期限停止になります。で株持っててもね流動性がゼロになるんでやっぱり売っちゃった方がいいよね。無期限停止になるんだったらだから、まあ、ひょっとしたら今日で終わりかもしれないね。うん、今週末 東京株式市場、ま、日本とかね、世界の株式市場は無期限停止になる可能性があ,るあります。5、食料は配給制、住宅ローン返済免除になりますね。はいでもちろん、今、公共料金ですね、えー、電気が水道、あとは、えー、住民税、あと社,社会保険料、年金とか健康保険料も、えー、今、ま、返済免除とは言わないですけどね。 返済、延期を受け付けてるということはどういうことかというと、ものすごい失業者が増えてるんですよ、今。今月、先月、今月に失業した人が何百万人っているんですよね。で、今月、来月待ちますよと、税金とかね、社会保険料、えー、携帯電話料金も待てと、えー、ドコモとかね、a e に依頼してますけど、総務省がね。でも、それは免除じゃないんですよ。 で、失業した人に、じゃあ3ヶ月後に3ヶ月分払ってって言って、払えないですよ、そんなの。だから、これはものすごくあの、自己破産する人が増えますね。で、国がですね、えー、っと <coughs> 借金のです、ね、防備強ができるのは住宅ローンだけなんですよね。あとは民間対民間のお金の貸し借りなので。 え民間カードローンとかね、そういうのは免除にしろってたって国はちょっと口出しできないんだけども、住宅ローンにつきましては国がね、返済、予か返済免除というようになると思います。で、賃貸でね、アパート借りてる人は賃貸料は払わなくちゃいけないと思いますね。はい、民間対民間なんでね。で、6、共産党政権が誕生するでしょうと。自民党政権もダメだということで、またま、野党連立になるか、 うーん共産党だと思いますよ。なぜかというと、国際日本の国債のほとんど持っているのは中国ですからね。中国は共産党ですから。ですから、株主が共産党なので、日本の <laughs> 政権は、もう社会党か、社会党ないですね、今ね、共産党ですね。で、7、日本はロシアに売却されますと。日本はですね、一旦中国、 中国が買い取ってで、その後ロシアに売却されるということになるそうです。はい、ということでね、あの、まあ、私の方に入ってきた情報を、えー、今ね、まあ、未確認情報も含めてお伝えいたしました。非常に緊迫した状態が続いております。えー、日本はね、えー、オリンピックの完全な姿での開催に固執したあまりですね、 固執したあまり、もう初期対応に出遅れてしまいましてね、もうダメですね、もうほとんどの、えー、電車通勤の人はコロナに感染しているということで、えー、間違いないかと思います、それでですね、あのー、今、新型コロナウイルスの感染、あえー、検査キットもですね、えー、検査率が90%ぐらいしかないということですので、 あの検査してもね、陽性と出たり、陰性と出たり、まちまちなんですよ。で、陽性なんだけど陰性って出たり、陰性なのに陽性って出たり、むちゃくちゃなんですよ。だから、検査しないっていうのもあるんですよね。検査キットが、そもそも検査の精度が悪いんですよね。だから、検査するに値しないんですよ。だから困ったもんだし、じゃあ、検査してね。 で、なんか特効薬あるかっつったら、アビガンしかなくて、アビガンはまだ、あの、市販されてないですから、だから使えないということでございまして、隔離されるしかないんですよ。んで、えー、医者行ってね、ああ、あなた陽性でしたっつったら、隔離されちゃうんですよ。今、指定伝染病になってるんでね。だから、あの、隔離されてね、14日間、隔離病棟に入るぐらいだったら、家にいた方がいいじゃないですか。 だって病院とかね、クリニック行って、検査してね、あなた陽性ですっったら保健所が来てね、全部家消毒されて、家族全員一人ずつ隔離病棟いられてね、えー、っと <coughs>、だって薬ないんですよ。そして、えー、死ぬか生きるかあ見守るだけと言うんだったら、検査しないですよ、誰も。検査しないです。ね、よく考えてみてください。だから、隠れ、<laughs> コロナウイルスはの人は、日本でも世界でも、もう何百万人、何千万人になっていると思われます。だから指定伝染病にしなきゃよかったんだよね。単なる風邪だからね、ただの、ね、症状はね。インフルエンザでも死亡率それ,それなりにありますから、1%以上あるからね。だから、新型コロナと大体一緒なんですよ。それを指定伝染病にしちゃったから隔離される、隔離されると、 仕事も行けない、外出もできない、何もできない、じゃあ行かないよとなっちゃってるんですよね。なので、あの非常に厳しいですね、今後の日本が訪れようとしています。<laughs> とにかくね、中野研究会の人はですね、FX や,やられてるかと思いますけれども、えー、これで、ね、非常にね、気をつけてください。これは、まあ、今ね、ちょっと落ちてますけれども、 <laughs> これまだまだ上行くと思いますよ。今、今、たまたま落ちただけでね。たまたま落ちただけで、これロングっていうのは、切り下げながらやっぱり上かいってなりますから、気をつけてください。ああ、ここで折り返しで下だって、こういうとこね。下だって思いきや上かいってなるんで、今、たまたまこうやって落ちてますけど、1分足でね。ロングの場合は30分足か1時間足で見てください。 一時間足だったら全然これ鼻水垂れただけなんでまだ上行きますよこれね。はい。1ドル1万円まで行っちゃいますからね。今チャンスですからこういうところを押しめで買ってください。これも下、ショートしちゃダメですよ。こういうところを見極めてね。こう、あ、上がってくるかなと思ったら、ここのとこ上がってまた下がったけど、もう一回ね上がってきたら買うと。押しめ買い、押しめ買いですね。今までね、ポッポポッポ言って、 ポールポジションって言ってね、ショートショートってやってきましたけど、1ドル1枚までいっちゃいますからね。はい。どっかのタイミングでロングを持ってですね、あとはガチをですね、ここら辺がちょうどいいと思いますよ、今ね。はい。それでは今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。ものすごい爆上げがね、来ると思います。それでは千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。ありがとうございました。失礼いたします。